はい、どうも、平瀬です。どうも、かゆです。今日なんですけども、はい、ダンクの売り上げが、はい、まあ、総売り上げなんですけども、はい、そちらが、なんとエアジョーダン1の売り上げをついに抜いたと。っていうね、話が出てきてるんですよね。はい、今日はそのあたりをね、やってたなと思うんですけども、はい、その他陸情報がいくつか出てるんですかね。あ、そうですね、はい。今後発売予定で気になる、はい、ナイキダンクであったりとか、うん、あとね、ちょっとね、エアジョーダン2最近買ってなかったんですけど、はい、これちょっと気になるなっていうのが出てきてるので、ああ、そうなんですか。はい、それやらせてもらいたいのと、はい、あとファッションの話で、リーバイスの話と、リーバイスね。はい、あとちょっと小ネタでね、ヒュージャックマンの話もしたいなと思ってるんですけど、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えするチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので概要欄の方にリンクの方がありますので気になった方の方よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、ね、アンブッシュとナイキエアモアアップテンポの方になるんですけども、はい、こちらの方がなんとスニーカーの出てきたということで、そう、8月の4日なんですね。そうなんですね。はい、僕らが海外のスニーカー系サイトの方で、うん、このモアテンとアンブッシュのローのライムストーンの、ね、情報を、まあ、発売が近いところやらせてもらってたんですけど、うん、日本のスニーカーに来てるんですよね。そうなんですよね。これね、日本以外にも、韓国であったりとか台湾の方でも同じ日程で来てるんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。はい、ちょっと見てもらいたいんですよね。それ以外に、サッカーのデームシャツであったりとか、はい、アパレルが出てきてまして、で、アンブッシュとナイキのコラボで、サッカーボールも出てきてるんですよ。ああ、サッカーボールね。はい、これ一瞬ちょっと欲しいなと思ったんですけど、サッカーなんかもう長らく、ね、やってないんですよね。昔やってたんですけどね。そう、小学校の時に地元のね、サッカーチームがあったりとかしてましたね。ちなみに僕らの関係っていうのは、地元のサッカーチームの関係なんですよね、そうですこれね。そうです、まあ、たまにちょっとどういう関係ですかって聞かれた時に言ってるんですけど、そうなんですよね。このサッカーボールいいなと思ったんですけど、9000いくらやったんですよね、これね。結構するなと思ったんですけど、そうなんです。以前からいいなって言ってたモアテンと、アンブッシュのコラボの方が、まあ、発売来てるんですけど、僕が欲しいからって、ブラックなんですよね。似てましたね。そうなんですよ。ただ、今回これ一足だけ着てるんですけど、このカラーも確かに、まあ、以前にヒガイさん言ってたんですけど、カーキのカラーの、例えばアーミーパンツとかにすごく合いそうだなっていう話してましたよね。そうですね。めっちゃ合いそうなんですよね、これね。うん、はい、あ。で、ちょっといいなっていうふうに今なってるんですけど、うん、もしね、この発売の日に、ブラックのカラーも着てたら、確実にブラックの方が同じようにしてたかなと思うんですけど。そうね。はい、あ。はい、で続いてなんですけど、はい、エアジョーダン1ローの OG でこれウィメンズになるんですけども、はい、UNC2 シカゴがですね、そうですね、こちらが7月の26日発売、はい、もう発売されたんですけど来てたんですよね、はい、はい、でこれね UK のスニーカーズの方を見てみると、うん、もうめっちゃ余ってんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。日本のねスニーカーズの方ではこれ抽選やったんで、うん、発売された後に一旦完売になったんですけど、うん、すぐにリストック着てて、はいはいはい、その時ね僕のサイズでも全然買えるぐらいだったんですよ。あ、そうなんですね。ウィメンズの大きいサイズ余ってて、で、うん、今も小さいサイズ余ってるんですけど、まあ、大きいサイズに関しては日本のスニーカーが売り切れてるんですけど、うん、僕が見たタイミングでリストを着てた時は全然買える感じだったんですよね。はい、あ、でね、これね、US のスニーカーズの方でも、まあ、発売されたんですけど、US のスニーカーズで発売されるエアジョーダン1ってめっちゃ最近発売されるじゃないですか。はい、ストックの方がびっくりするぐらいのね、量売るんですけど、これね、まさかのね、2万3000足しか売ってないんですよね。あ、めっちゃ少なくないですか、これ。そうなんですね。そうなんですよね。ちょっとびっくりしたなっていう感じなんですけど。うん、まあ、他の、まあ、小売での発売のね、された時のストック数っていうのはわかんないんですけど、うん、US のスニーカーズので発売された時のストック数っていうのが2万3000足やったんで、結構少ないなと思いましたね。そうですね、僕もちょっとびっくりですね。はい、ただ UK のスニーカーズの方では全サイズあるんですよね。うん、そうなんですね。はい。はい、で続いてなんですけども、はい、ナイキダンク、これミッドになるんですけども、はい、そちらのパンダですね。あ、そうなんですよ。ダンクのミッドって僕ら持ってないですよね。あ、持ってないですよね。はい、まあ、最近ユニオンさんの方とかでナイキダンクミッドでキャンバス素材が使われてるモデルとか発売されたんですけど、まあ、パンダのカラーで、しかもキャンバス素材じゃなくてちゃんとレザーなんですよね。そうなんですよ、はい、まあ、既存のナイキダンクのパンダ と、ナイキダンクハイのパンダの、まあ、中間といいますか、うん、まあ、ミッドトップになるんですけど、はい、まあ、使われているのはレザーなんで、パッと見正面から見た時にナイキダンクハイのパンダと全然違い分からなかったんですけど、はい、はい、まあ、以前からさせてもらってるんですけど、パンダのカラーっていうのはすごく市場受けがいいらしいんで、ナイキがいろんなモデルをそのカラー最近使ってるんですよね。そうですね、はい、うん、でそういった中、まあ、ナイキダンクローシリーズのミッドでパンダのカラーが、まあ、近いうちに発売されるんじゃないかということで、ナイキの方が公式で言ったんですけど、はい、
で続いてなんですけど、はい、ナイキダンクハイの、バロックブラウンですね。そうですね、こちら2023年発売予定ということなんですよね、はい、ナイキの方から交差点が出てきまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、なんかあるものを彷彿させるようなデザインなんですよ、これね。僕もそれ思いますそうなんです、まあ、海外のスニーカー系サイトは割とそのこと書いてたんですけど、あ、そうなんですね、はい、まあ、カラーの方が、セイルのカラーとブラウンのカラーで構成されてまして、うん、一部ステッチとかがレッドのカラーが使われてるんですよね、うん、はい、シューターの部分見てもらうと、シューターの部分がナイロンっていうよりかはコットンの素材で作られているようなザラザラしたものになってまして、うん、でインソール見てもらうとバスケットボールのデザインが入ってるんですよ、はいはい、でさっき言ってた何かを彷彿させるっていうのは、まあ、実はこのトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワン・ローのリバースモッカーを彷彿させるようなものになってるんですよね。まあ確かにカラーよく似てますよね。そうなんですよ、はい、あと使われてるレザーがこれブラウンのカラーの部分っていうのはヌガックなんで寄せてきてるんですよね。ああ、なるほど、ね、そうなんですよ、はい、このナイキダンクハイに関してはセイルのカラーの部分はスムースレザーになってて、で、トゥーボックスとサイドパネルのブラウンの部分はこれヌガックになってて、うん、で一部使われてるね、この、 あの目立つレッドのステッチっていうのはまあ、おそらくこのトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワロのコラボのかかとの部分のウィングローであったりとか、うん、まあ、このアイコニックなトラビスの顔が入っている、ステッチがレッドが使われているんで、まあ、それのオマージュじゃないかという書いてたんですけどね。なるほど、はい、まあ、確かに2つこうやって並べてみると、まあ、似てるかなっていう気がしますよね。わりかしね、こういうことやりますね。ああ、そうなんですね。コラボ出した後に割と似た、はい、あのカラーウェイをね、そうなんですよ、はい、使ったモデルを出すというね、はい、っていう話の流れで、その似たモデルのまた話をさせてもらいたいんですけど、はい、ちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、うん、ナイキダンクローツイストで、うん、このサルファーのカラーなんですけど、うん、8月の10日発売予定で、こういったナイキの方の放射線ができるんですけど、なるほど、まあ、これも先ほど言ったね、まあ過去のナイキとのコラボを彷彿させるモデルを、まあ、ナイキ側が新たな違うモデルで使って出す場合があるっていうのは差し上げなんですけど、うん、それこれですよね、これね。これはね、あのカラーセット真似してるというよりは、はい、その特徴的なデザインをまとてるから、ナイキ内では別にいいかもしれないですけど、そうなんですよ、まあ、スーシュはね、はい、あのちょっと飛び出してるようなデザインで、まあ、これはアンブッシュがね、もともとちょっとやってたやつなんですけど、まあ、ちょっとね、流用しているようなデザインになってるんですよね、はい、まあ、前から持ってらっしゃる方の投稿で紹介されてもらってた、うん、ナイキダンクローツイストのサルファーなんですけど、これウィメンズなんですよね。はい、8月10日に発売されるということで、まあ、カラー的にもこの夏に使っていただけそうなカラーなんで、はい、まあ、これ面白い一足ですけど ね、 これね、そうですね、そうなんですよ。でこれについてまたねもう一足来てまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、ナイキダンクローツイストのウィメンズでサンドドリフトっていう通称のモデルが出てきてるんですよね、はい、これに関しては夏じゃなくて一応ホリデーシーズンっていう出てきてまして、これ持ってらっしゃる方の投稿というか、おそらく海外のスニーカーブティックも製品ショットにあると思うんですけど、うん、先ほど紹介させてもらったサルファーの違いで言うと、これ数種飛び出てるんですけど、うん、サルファーの方は同じ TPU 素材でも若干透け感があるかなっていう感じだったんですけど、今回のサンドドリフトの、スーシュの TPU 素材っていうのはそんなに透け感がないんですよ、はい、そうなんですよ、はい、これがホリデーシーズンに発売されるということで海外のスニーカーゲーサイトで紹介されたんですけど、はい、まあ、以前はさせてもらってるんですけど、アッパーとかかとの部分に TPU 素材の、まあ、バンパーのようなのが付けられてるんですよね。はい、でそのバンパーの部分がよく見るとかかとの部分に関してはナイキっていうふうに彫られてるデザインになっていて、うん、かかとの部分にナイキって書いてるナイキダンクローのデザインに見られるようなものがこのツイストにはないんですよね。そうなんですね。そうなんですよ、ね、まあ、このサンドドリフトって、まあ、秋らしいカラーかなと思うんですけど、先ほどのサルファーに比べるとこちらの方が、まあ、ホリデーシーズンに発売されているので紹介されてました、ね、はい、で続いてなんですけども、これすごいカラーですね、はい、ナイキダンクローのヒアースピンクブラックですか。あ、そうなんですよね。こちらの方がウィメンズなんですよね。今年のホリデーシーズン発売しているんで、ね、はい、ナイキの方から放射線が出てきまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、ナイキダンクローで、まあ、ビビッドなピンクと、まあ、ブラックのツートンカラーブロッキングといいと思うんですけど、そうです、ね、はい、こちらの方が、まあ、ホリデーシーズンに発売されるんじゃないかということで海外のスニーカーゲーサイトで紹介されたんですけど、うん、このピンクのカラーの部分を濃いネイビーのカラーに置換したときに、メンズのモデルでこんなんあったよなってちょっと思ったんですけど、ね、あ、確かに、ね、いや、ありましたよね、確かに、ね、はい、紹介しすぎてちょっと気のパってね、その通称の名前が出てこないんですけど、そうです、ね、あったと思うんですよ、うん、まあ、ウィメンズのモデルでこういったビビッドなピンクのカラーが使われているナイキダンクローが、まあ、ホリデーシーズンに発売されるということで紹介されたんですけど、はい、で続いてなんですけども、
クレインションスケートと、はい、ナイキ SB ダンクローのコラボです、ね、あそうです8月5日発売みたいなんですけども、その後情報がアップデートされたんですか、はい、8月の5日に発売されるっていう情報なんですよね、これ。もともとね10月に発売されるんじゃないかっていう情報をやらせてもらってて、はい、僕らの今週の動画でもこのクレインションスケートクラブとナイキ SB ダンクローのコラボを紹介されてもらってるんですけど、うん、来月発売があるんじゃないかっていう話をしてたんですよ。なるほど。あ、じゃあ8月の5日に発売されるということで、うん、これクレーションスケートクラブの、ウェブであったりとかスケートボードショップの方での発売っていうふうに海外の先駆けさんが書いてたんで、はい、先に多分スケートボードショップの方で売られると思うんですよ。なるほど。8月5日だったらおそらく来週あたりに、まあ日本の方でもスケートボードショップの方から抽選の情報が出てくるんじゃないかと思ってるんですけど、はい、はい、まあ、このクレーションスケートクラブのこのナイキ SB ダンクロー結構前から紹介されてもらってまして、うん、欲しいって僕言ってたんで、まあ、買えるかどうかは別ですけど、はい、同じようにしようかなと思ってるんですけどね、はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのセントジョーンズなんですけど、はい、以前も噂あったんですけど、その後もまだ動画出てきてるんですか、ね、本当に近いうちにこれ、うん、今年リストック来るんじゃないかっていう話が出てきてるんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、発売されてだいぶ時間経ってるんですけど、例えばナイキダンクローのケンタッキーとかが発売されたみたいにリストックという形で以前からこのセントジョーンズが来るんじゃないかって言われてるんですけど、うん、はい、これがね、リークアカウントサイトの方がもう本当に近いうちに来るんじゃないかということで紹介されてもらったんですけど、はい、ちなみに僕ナイキダンクローのセントジョーンズは持ってないんですよね、うん、フィアリスさん持ってるんですけど、あ、持ってました、はい、はい、無事買えたやつですね、あ、そうなんですよ、これでももう2020年になってます、ね、いや、そうなんです、ね、もう3年経ってるんですね、はい、最近なんかね2020年のモデルが、まあ、僕らの作業とかでやらせてもらってるんですけど、うん、3、4年空いてまたね再販という形で発売来るというのを結構やらせてもらってるんですけど、最近そのパターン多いですね、あ、そうなんです、これもそうなんですよね、うんうん、はい、まあ、最近だとねナイキ SB ダンクローのウィートが、うん、まあ、今年のホリデーシーズンに、まあ、3年の時を経て発売されるという状況をやらせてもらったんですけど、そうですよね、はい、まあ、セントジョーンズねこれ発売されたらおそらく同じようにしようかなと思ってるんですけど、はあ、はい、ちなみに僕ナイキダンクハイのセントジョーンズは持ってて、うん、ローは持ってないんで、うん、まあ、これちょっと発売されたら、まあ、狙いたいなと思ってるんですけど、ね、揃えたいところって感じです、はい、はい、で続いてなんですけど、はい、トラビス・スコットとナイキマックアタックのコラボなんですけども、はい、こちらが今年のねホリデーシーズンじゃないかというような情報だったんですけど、はい、そのまだ情報出てきてるんですか、そうなんです、とうとうねトラビス以外に持ってらっしゃる方のところ出てきました、はい、そうなんです、ただねちょっと手に取ってる写真見てもらうと、うん、未完成なんですよね、これね、なんで作りかけなんですかねそうなんですよ、アウトソールとかね、はい、浮いてますよね、縫われてないんですよ ね、ちゃんと久しぶりに未完成のモデル見たいなと思ったんですけど、そうですね、はい、これ見た時に本当にね僕がこの間ニュースので買った、うん、ナイキアタックのこのゴジラありますよね、うん、に激似なんですよね、これね、はいはい、はい、まあ、スウッシュが反転してるんですけど、ちょっと次の写真見てもらうとトラビスがライブパフォーマンスで入った時の以前にも紹介されてもらったナイキマックアタックのトラビスのコラボなんですけど、はい、チェッカーフラッグのカラーがこれ多分照明の感じにもよると思うんですけど、はい、ややブラックとパープルのカラーに見えるんですよね、うん、はい、あの OG のモデルっていうのはブラックとこれブルーのカラーになってるんですけど、はい、照明の感じもあってそういう風に見えるのかなっていうのと、あとこれかかとの写真見てもらいたいんですけど、うん、このかかとの写真のデザインは海外のスニーカー系サイトとほぼ共有しなくて、撮られてた写真をリンショットで撮った写真なんですけど、かかとの部分ちゃんとねこれナイキって書いてるデザインの下にカクタスジャックの十字のマーク入ってるんですよ、ああそうなんですね、そうなんですよ、本当にシンプルなかかとの部分と、もしかしたらこれスウッシュ反転されてるぐらいしかいじってないんじゃないかなと思うようなこの一層なんですけど、はいはいはい、ちなみにね今の段階ではこれ120ドルって書いてるんですよ、あ、日本で発売されたら、まあ、この間の OG の、まあ、レッドクラッシュとは別なんですけど、うん、大体1万5000円台だったんで、その値段で日本で発売されたら嬉しいなと思ってるんですけど、ただね、マックアタックの方は、まあ、僕は書いてないんですけども、はい、まあ、僕はニュースの方で ね、 そうね、我慢できずに買ったんですけどね、はい、まだ下ろしてないんですよね、あ、そうなんですね、一応開封の儀でこちらで紹介させてもらったんですけど、うん、まあ、そろそろ下ろしたいなと思ってるんですけど、本当にねナイキアタックの、まあ、この間発売された OG のモデルに激似のね、うん、まあ、持ってらっしゃる方のとか出ていてたんでちょっとお伝えさせてもらったんですけど、はい、トラビスといえばね、はい、やっぱり今年の後半にジョーダンブランドとのコラボでカットジャテックシリーズであったりとか、うん、まあ、ナイキ SB ダンクで何か来るんじゃないかっていう話があるんで、うん、またそのあたりちょっと分かり次第ですね、これでご紹介させてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、はい、続いてなんですけども、はい、エアージョーダン6のリバースオレオですね、そうなんですよね、こちらの方が、まあ、来年の夏発売予定と、そうなんですよね、まあ、だいぶ先なんで、そうですね、実物のとこないんですよ、ああなるほど、はい、今見てもらってはモック画像になるんですけど、うん、まあ、過去にねエアージョーダン6でオレオっていうものがね、エアージョーダン4のオレオに
まあ、触発されたような急ぐ言いますか発売されてるんですけど、うんうんうんまあ、それのリバースバージョンでこういったものが発売されるんじゃないかということで、はい目画像で入れてるんですけど、うん、これ見た時にちょっと思ったのが、まあ、ちょっと少し前に発売されたエアジョーダン6のレッドオレオってあったんですけど、うん、そのレッドオレオのレッドのカラーをブラックのカラーに置換したような上なんですよ ね、 これ ね、 そうですねめっちゃ似てるんですよ、うんはいまあ、一応、まあ、もらってる正確な情報元に作られてる、このエアジョーダン6の、リバースオレオなんですけど、うんまあ、レッドオレオに本当に似ているような一足で来年発売されるんじゃないかという出てきてたんですけど、うんはあまあ、これもまた実物の投稿があり次第です、はい、こちらにご紹介させてもらいたいなと思っているんですけどそうですね、まあ、6もね、はい、結構お値段がもう高くなっちゃってるんでねそうっすね、買うとき躊躇しちゃいますよね。これ来年の夏っすよね。そうだいぶ上がってそうな気がします、ね、さらにまた上がりそうな気もしますけど、ねはい、まあそうですねよっぽどなんか欲しいやつっていうか、はい、狙い目なやつが出ない限りはなかなか手が出なくなってきちゃいましたよ ね、はいまあ、当時の OG のねモデルの復刻であったりとかだったら、うん、おそらく、まあ、狙おうかなというふうになると思うんですけど、はい、で続いてなんですけども、はいアママニエールとジョーダンエアシップのコラボなんですけども、はい、これ名前はついてないんですけどもう新しいカラーですかね。あ、そうなんですよね。これ以前から紹介されてもらってるんですけど、うん、8月の3日発売予定でやらせてもらってたんですよね、うんはい、これはね持ってらっしゃる方の投稿でアママニエールと、エアシップのコラボの、まあ、投稿になるんですけど、うんまあ、細部が本当分かるような写真やったんでちょっと見てもらいたいんですけど、うんはい、まずねちょっとねこのボックス映ってると思うんですけど、はい、ボックス見るとこのナイキエアシップのこのボックスのブラックのカラーの部分っていうのがよく見るとアママニエールの A っていうのがエンボスじゃないですけど、はいはい、うわーって入ってるんですよね。なるほどそうなんですよ、はい、で今絵ではさせてもらってるんですけどかかとの部分が片方アママニエールの A になっててもう片方は、まあ、ナイキエアっていうデザインになってるんですよね、うん、あでシューレースの替えがねこれブラックのシューレースが、まあ、ついてるみたいなんですよ、はいあかっこいい速ですけどね、これね。ちょっと待って、僕最初パッて見た時に、これ新色かなと思っちゃいました。はい、この写真の影が、なんかその茶色っぽく映ってるんで。ああ、そうなんです、ね。おまけちょっとサングラスかけてるんで、はい。なんかウィートなんかなと思っちゃうカラー的に、ね、一瞬、はい。しかもこれもともとね、ヴィンテージ加工がかかってるんで、うん、そうなんですよね。ホワイトっていうよりかは、結構、まあ、極みが入ってるじゃないですけど。まあ、気なりのような。ああ、そうなんですね。はい。まあ、これが、まあ、抽選の方が始まってるんですけど、うんはいまあ、8月3日発売予定で、まあ、国内の発売来たら嬉しいんですけどね、これね。そうですね、これも期待したいところですよね。そうなんですよ。はい。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン2のブラックセメントですね。はい、こちらが9月の23日発売予定ということなんですね、はい。これね、オープニングで言ってた気になるエアジョーダン2ってこれなんですよ。はいはいはい、ちょっとね、これ欲しいなっていうには、ちょっとだけなってるって話なんですけど、はい、9月発売予定で、エアジョーダン2のブラックセメントなんですけど、うんまあ、持ってらっしゃる方のところでいろんな家具を撮ってる写真があるんで、ちょっと見てないですけど、うん、僕去年ね、エアジョーダン2の OG のシカゴを買ってから、うん、ほぼエアジョーダン2買ってないんですけど、うん、これエアジョーダン2のシカゴに匹敵するぐらいちょっとかっこいいなと思ったんですよね。うんはい、ただこれブラックセメントっていう通称の名前ついてるんで、これエアジョーダン3のブラックセメントのオマージュになってるんですよね。はいはいはい、カラーの方がブラックのカラーと一部レッドのカラーとグレーのカラーで構成されているこのエアジョーダン2なんですけど、はいはいまあ、終端の部分がこれ、グレーのカラーになっててで終端の部分のこのウィングロゴがレッドのカラーでかかとの部分のナイキって書いてるのもレッドになってるんですよね、はいはい、よく見たらこれ8ホールなんですよねこれね。ああ、そうですね。そうなんですよ、うんはい、エアジョーダン2去年の、ね、年末から一足も買ってないんですけどこの9月発売予定のブラックセメントはちょっといいなと思ったんで、うんまあ、シューレース通しているね写真であったりとか、履いてらっしゃる方の着眼の投稿であったりとか今後ちょっと見たいなと思った一足なんですけど。なるほど、はいはい、で続いてなんですけどもあれですかもののけ姫の話なんですか。そうなんですよ。今からファッションの話になるんですけど、うん、8月の8日に先行発売されるこのリーバイスともののけ姫がありますよね、うん、のコラボが、ね、いくつかアイテム出るんですよ。あ、そうなんですか、はいまあ、T シャツであったりとかまあ、デニムはそうなんですけど、うん、あと小物であったりとか発売されるみたいで、ちょっとね、デニムの一部の写真見てもらうと、この森をイメージしてるのを大概の染みでね、表現してるんですよね。あ、なるほどね。はい。それ以外にちょっとね、このオーバーオールちょっと見てもらいたいんですけど、うん、その裾の部分のデザインに、もののけ姫に出てくるキャラクターをブリーチで表現してるんですよね。あ、そうなんだ、ね。はい。まあ、こういったちょっと面白いリーバイスと、もののけ姫とのコラボが、8月8日に先行で発売して、まあ、その後一般発売らしいんですけど、うん日本のね、ファッションサイトの方で今日紹介されてたんで、ちょっと面白かったんで、ご紹介させてもらったんですけど。はあはい、
で続いてなんですけども、小ネタですか？そうなんですね。これオープニングで言ってたちょっとヒュージャックマンの話なんですけど、はいはい、僕ヒュージャックマン好きなんですよ。まあヒュージャックマン好きだと思うんですけど、ね、はい、インスタグラムをフォローしてて見てたんですけど、アビーロードありますよね。はいはい、はい、訪れた時にこういったのにヒュージャックマンが、うん、まあ記念写真撮ってたんですよ。まあ、アビーロードっていうのはね、あの有名なね、あ、そうですね、あのビートルズ のジャケットでね、書かれてた場所なんですよ、ね。そうなんですよ。はい。でね、ちょっと2枚目の写真見てもらうと、うん、2枚目の写真、これヒュージャックマンじゃないんですよ、写ってるの。ああ、そうなんですよ。はい、でよく見たら、これ日本人なんですよね。ああ、そうなんですよ。はい。で、一人の方を見てみると、これね、うん、エレファントカシマシの宮本さんなんですよね。あ、ほんまですね。そうなんですよ。で、ね、その横にいるのが、うん、これ、マグコンブラザーズのヨーキンなんですよね。あ、そうなんですよね。この二人がどうもいたみたいで、うん、ヒュージャックマンがね、撮影してインスタグラム上げてたんですよ。なんで、このヒュージャックマンのインスタグラム、うん、このね、写真だけね、日本語が割と飛び交ってて、コメントの方に。ああ、そうなの。宮本さんやんとか、ヨーキンやとか、割とね、日本語のね、コメントがあったんで、あ、そうなんですね、面白かったんで、ちょっと紹介させてもらったんですけど。はい、まあ、エレファントカシマシで言うと、僕ら90年代で、ね、こういう月のようにとか結構好きでしたけどね。まあ僕はロコブラザー好きで聞いてましたけどね。ああ、そうでしたね、うん。そうなんですよね。あ、まあその青コノのヨーキンさんと、まあエレカシの宮本さんがね、映ってて、まあヒュージャックマンのインスタグラムに上がってたっていう話なんですよね。なるほど。はい。はい、続いてなんですけども、アバブザクラウドと、はい、6GT2160。そうなんですよね。オーストラリアのアバブザクラウドと、アシックスのコラボの GT2160 なんですけど、うん、今年中に発売される、まあ、コラボの一足でこういったものが、海外のスニーカー系サイトで紹介されたんですけど、ああカラーの方が、グリーンのカラーと一部シルバーのカラーが使われているアシックスの GT2160 の方が、はい、まあ、出てきてまして、うん、今日ね2160実は発売されたんですよね。なるほど。その話はちょっとこの後にしようかなと思ってるんですけど、うん、そのアシックスの GT2160 の、アッパーのあたりとかサイドパネルこれ一部メッシュが使われてるんですけど、うん、今回ねこれ、半透明の TPU 素材が使われてるんですよ。はい、まあ、メタリックシルバーのカラーと、まあ、グリーンのカラーが使われているんですけど、まあ、かっこいいなと思ったんでご紹介させてもらったんですけど、はい、でそんなね、アシックスの GT2160 が今日3色発売されたんですよ、うん、はい、ピュアシルバーって言われるイエローのカラーとブルーのカラーは、アトモンさんであったりとかアシックスの方であったりとかユナイテッドアローズの方で発売されて、多分ね今も買えると思うんですよ。実は全然残ってるんですよ、はい、ただ僕が前からいいなって言ってたシャムロックグリーンって言われるカラーがあるんですけど、これはね、日本のね、セレクトショップでエミっていうお店があるんですけど、そこでしか販売しなかったんですよ。はい。はい、で、これで、ね、昼の12時に発売するって僕事前に、あ、ここのサイトも言ってたんで、うん、一応気にしてて、12時ジャストに見ることはできなかったんですけど、12時10分か15分ぐらいにここのサイト立ち上げて、なんだったら27センチ買おうかなと思ったんですけど、はい、パッて見たらね、売り切れてたんですよね。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。これ売り切れないかなと思ってたんですよ、うん、はい。というのも他のカラーに関しては全然今も買えるんで。ああ、そうなんですね。そうなん。ただこのグリーンのカラーに関しては国内だけなんですけど、ここでしか買えないんですよ、うん、はい。ちなみにこのシャムロックグリーンも買えるかなと思ってたっていうのは、実は海外のお店の方で先発売されて全然余ってるんで、うん、そうなの。余裕で買えるかなって思ってたら、ちょっと10分か15分ぐらい遅れたら、僕のサイズ売り切れてて、で、小さいサイズ余ってたんですけど、夕方もう一回ね、サイドチェックすると、もうすべてソールドアウトなんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。これ余裕で買えるかなと思ってたんですけど。人気あったんですね。そうなんです。ちょっとびっくりしたなっていう感じなんですけどね。うん、はい。まあ、近いうちに、まあ、2160何か欲しいなと思ってるんで買おうかなと思ってるんですけど、もともと最初にいいなと思ってたシャムロックグリーンの方が速攻で売り切れたんでびっくりしたって話なんですよ。なるほど。はい。はい。で、続いてなんですけども、はい、ニューバランスの9060。あ、そうですね。はい。ちょっとビビットなイエローのカラーが使われてる、海外のスニーカー系サイトの方が最も夏らしい一足だっていうことで紹介されてたんで、はい。ご紹介させてもらいたいんですけど、まあ確かに夏っぽいと言いますか、ビビットなイエローのカラーで、精度の素材で構成されてるニューバランスの9060なんですけど、はい、まあ906でもたくさん出てきてますよね。そうですね。僕もまあですよ、ね、前に買った時、ね、結構履いてますけどね。そうなんですよね。はい、まあ1足持ってたら2足目には手出してないっていう感じですよね、僕らね。そうそんな感じなんですけど、そうです、ね、はい、まあそんなニューバランスの9060の新色で、まあ夏っぽいね、カラーが出てきてたんで、うん、ちょっとこれも差し込んだんですけど、
はい、ナイキダンクなんですけども、はい、なんか売り上げがね結構増えてると思うので、そうなんですね、はいはい、あの海外のナイスキックスって言われるスニーカー系サイトの方が紹介してた、うん、まあ、記事といいますかニュースなんですけど、うん、ナイキダンクが、まあ、それはそうかなっていう話なんですけど、うん、エアジョーダン1の売り上げをねナイキダンクがもう凌駕してしまったっていう話なんですよ。あの出してる手数が全然ちゃいますからね。そう、僕らでもそうなんです、毎日あの動画のね、はい、あのまあ、陸情報として、はい、あの出せるぐらいいっぱい情報出てきますもんね。今日だけでもナイキダンク数足紹介してるんですよ。そうですよ、ね、今後発売予定のモデル、まあそれはそうかなっていう話なんですけど、そうですよ、ね、まあ、ちょっとこの話面白かったんで、うん、ご紹介させてもらいたいんですけど、うん、まずこのナイスキックスが言うには、エイリアスセーラーリポートっていうサイトの方が、うん、ゴードであったりとか、うん、まあ、海外になるんですけど、はい、フライトクラブありますよね、はい、そういったリセールサイトの、まあ社内データを基づいて出てきてる報告なんですけど、うん、まずね2019年から2021年ぐらいまで、はい、そういった、まあ、二流通でのお店の売り上げに関してエアジョーダン1が一番、ね、人気が、ね、まあ、高くて売り上げが、うん、そのなんですかね、その中でも誇ってたっていう話なんですよ。まあ一番売り上げがあったってことなんですね。そうなんですよ、ね、まあプレネフォーさんつきそうですから、ね、ああそうなんですね、まあ、まあ確かにそうですよね、うん、はい、でまあナイキダンクさっきも言ってたんですけど、うん、2019年に、オフファイトのコラボから始まって、まあね、ナイキダンクローのシラキュースとケンタッキーの方が、うん、まあ、復刻されたじゃないですか、2020年で、はい、まあ、トラビス・スコットが事前に履いてたんで、まあ、2キロ高くてすぐ売り切れなんですけど、うん、まあ、そのあたりから大体ナイキダンクの、まあ、リバイバルが始まったっていうふうに書いてたんですよね。あ、なるほどね、はい、まあ、きっかけは以前に僕らも言ってるんですけど、2019年のオフファイトのコラボが、まあ、始まりじゃないかっていう書いてたんですけど、まあ、よくねあのコラボやったタイミングでね、はい、過去のモデルだったり、ね、そうなんですよね、させたりしました、はい、まあ、新種登場的な感じでやったりするんですけど、うん、で2022年の7月の話らしいんですけど、はい、まあ、ダンクがバンバン発売されて、うん、まあ、エアジョーダン1の売り上げをねダンクの方が超えたらしいんですよね。まあプレネはね多分あのジョーダン1にはあの及ばないとは思うんですけども、はい、そう数なんですよ、ね、手数ですよねこれね。そうなんですよね、はい、でこっち見てもらえるんですけど、やっぱりナイキダンクロのパンダが2021年に発売されてからかなりリストックを繰り返されてるんで、ああそうですよね、そうなんですよ、はい、でリセールサイト、まあ、今はそんなにねおそらく値段はついてないと思うんですけど、うん、めちゃめちゃリユースの方でも値段がついてて、でめっちゃ売れるんで数も多いんで、うん、はいはい、それは超えるかなっていうちょっと思ったっていう話なんですけど、ね、まあ100万足以上出してるでしょうしね、そうなんですよ、についていればね、はい、でこう出てきてる報告によると、そのリユースの、社内データに基づく報告の話によると、うん、ナイキのナイキだけの話になるんですけど、ニュースの方で売れてるナイキの中でも 53% がナイキダンクらしいんですよ。あ、そうなんですね。すごいっすよね。あ、まあ、そんだけ数出してたらそうかなっていう気がするんですけど。そうですよね。そうなんです。で、エアジョーダン1の売り上げをナイキダンクが、まあ、もう凌駕してしまったっていう話なんですけど、うん。おそらくこの2023年のデータではないんですけど、この2023年においても上半期、ナイキダンクむちゃくちゃリリースされたんで、そのね、ポジションといいますか、エアジョーダン1よりナイキダンクの上っていうのは変わってないと思うんですよ。まあ、そうですよね、はい。ただでもまあ、若干ナイキダンクがたくさん出すぎたことによって、今市場は絶対に飽和状態になってると思うんで、うん、2024年あたりのそういった報告はまた内容は変わってきてるのかなって、ちょっと思ったりするんですけど、ね、そういえばね、なんかあのナイキの売り上げを支えてるスニーカーっていうところでいくと、はい、エアジョーダン11がね、はい、やっぱり毎年大量に発売されるので、ね、売り上げの大半占めてるみたいなのもあるじゃん。ありますよ、ね。まあ、ね、単価も高いですね、はい、エアジョーダン11。ナイキダンクのピークに関しては、なんか言ってたんですよ、うん、これじゃないかって言ってまして、うん、オフファイトのコラボの50足入れた50コレクションありましたよね、はい、これがまあピークやったんじゃないかっていうふうに言ってたんですよ。僕らはね、買うことが買えなかったんですよ、ね、これあの限定オファーかなんかで、ああそうなんですね、確かね、はい、まあ、中国の方では旅代理速度が来てるんですけど、うん、はい、まあ、そういったちょっと面白い報告が出てたんでご紹介させてもらったんですけどね、はあ、はい、まあ、まだまだね、はい、なんか発売されるんじゃないかなというところなんですけども、はい、まあなんか面白い一足が出てきましたら、はい、これでまあ紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします、はい、はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カリュウでした。さよなら。
I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had At Parker's can't listen but